こんにちは、ももかです。今日は韓国で初めての眉毛アートをしに行ってきます。最近ちょっと眉毛が自分でうまく描けなくて、なのでせっかく韓国にいるし、ちょっとプロの方にお願いしたいなと思って今回予約をしました。で、私が今日行くのがアックジョンにあるキューティーアートメイクさんというところで、眉毛アートをしてもらいに行くんですけど、キューティーアートメイクさんは日本人の方かな、通訳さんがいるので韓国語は話せなくても大丈夫なところになります。でもちょっと私が行くタイミングがちょっと悪くて、今その通訳さんが日本に一時帰国中ということで、なので実際にはちょっと今日いないんですけど、でも事前に LINE でやり取りをさせていただいて、で、まあ、こんなデザインにしたいかとかを一応ちょっとお伝えして、でもまあ実際に見てもらって相談して決めたいなと思ってるので、でなんか分かんなかったらその、まあ、先生も少し日本語が話せるみたいなんですけど、分からなかったら通話電話で通訳をしてくださるということで、だからその私まだ全然韓国語が不安なので、ちょっと不安、韓国語ができないのでちょっと不安ではあるんですけど、今日は実際に眉毛アートがどんな感じなのかを、カメラに収めていけたらいいなと思っております。지금은1차마취해드릴거예요네여기서는10분가까이만見てください。
아쉬운거지거의좀할게요아까이렇게디자인을그리고오셨거든요사키응 괜찮으세요네괜찮아요네코치는오늘일있으면アートメイク終わって帰ってきました。完成形がね、こんな感じになります。見える？こんな感じで、ちょっとね、やったばっかりで色が濃く入ってるのでちょっと違和感を感じるんですけど、すごい形は綺麗になりました。で、ここから1週間ぐらいかけてなんかポロポロと落ちてくらしいので、いい感じに多分色が馴染んでいくと思います。そうだからね、まだちょっと濃いので私的にはすごい違和感を感じてるんですけど、ちょっとあんま濃い眉毛が好きじゃないから。でもだんだん1週間かけて馴染んでくると思うので、その経過もちょっと写真か動画かに収めて載せたいと思います。今眉毛アートをして4日目になるんですけど、ちょっとこれ多分伝わってるかわかんないですけど、だいぶポロポロと皮なんていうの、ポロポロなんか剥がれてきてて、だんだんと薄くなってきました。本当に3日目、昨日2日目ぐらいが結構本当に濃くて、ちょっと外出できないなぐらい、隠さないとなってぐらいの結構濃さだったんですけど、だいぶメイクをすると馴染むぐらいになってきました。4日目で見えないかな。眉毛アートして1週間が経ちました。1週間後の眉毛こんな感じになります。そう、ちょっと分かる、白っぽくちょっとなってると思うんですけど、まだね、でも皮、何、角質かなんかがまだちょっとポロポロしてる感じです。なんかすごい思ったよりというか、最初の頃、最初すごい濃くて大丈夫かなと思ったんですけど、全然めちゃめちゃナチュラルになりました。で、なんか1週間経ったら、でも今どうなのか分かんないけど、ちょっとまだポロポロしてるから、こういうのが多分収まってきたら眉マスカラもしても大丈夫だし、この上からお化粧も大丈夫になるので、なのでね、髪の毛明るくしてても眉マスカラができるから、することができるからいいかなって思います。で、大体なんか眉毛アートをして1年から3年ぐらい持つらしくて、まあ人によると思うんですけど、あともうちょっと長く持たせるためにはリタッチをするといいとのことで、で、なんか2ヶ月以内かな、2ヶ月以内にまたリタッチに行ったら2万ウォン2000円ぐらいでできるんですよ。だから私はちょっと2ヶ月以内にもう一回ちょっとリタッチをしに行こうかなと思ってます。で、1年未満だったら多分10万ウォンとかかな、1万円ぐらいで
できるらしいです。もともとでも眉毛はある方だから、そんなに、だからなんだろうな、そうあんま変わってる感じはしないんですけど、でもこのままでも全然外出できるぐらいになりました。あとね、ちょっとね結構かゆかったかもしれない、最後の方多分ポロ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 落ちてるから、それがすごく痒くて描かないようにちょっと気をつけてはいたんですけど、多分寝てる間とか多分無意識に描いちゃってそうな感じがします。では1週間こんな感じでした。ぜひね、あの概要欄の方にキューティーアートメイクさんのホームページ、インスタグラムを載せておくので、興味ある方はぜひ見てみてください。